はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト 4DLC 第3弾、ファーハーバー、続きやっていこう。現在この主人公は、ニュークリアス、まあ、アトムの人たちを吹っ飛ばすことができる核発射コードと、キリコンデンサを無力化して、ファーハーバーの人たちを滅亡させるという、まあ、キリコンデンサ停止コードのこの2つを持っているわけだけど、まあ、この両者を滅亡させるとかそういうのが目的ではなくて、まあ、とりあえず和解を目指そうというわけで、ディーマの記憶をまた手に入れようとしてるんだけど、まあちょっと どっちかを滅亡させたらどういう結末になるのかもちょっと気になるところだけど、まあ、平和な方でやっていこう。というわけで、この二つのメモリーをまた取得しよう。まあ倍速カットもありで。さてと、おー、またなんか随分凝った作りのパズルだけど、まあちゃっちゃとやっちゃおう。よし、繋がった。なかなかちょっと高低差のあるパズルで難易度上がってってるな。まあだけど解けなくはない。ちょっとコードブロックが減ってってるから、コードブロックをしっかり回収して。では、これも足場に使っちゃっていいか。デコダリレーも使わないから。これであとは、セントリーぽいぽいやっちゃおう。さあ、これで道はできたけど、足場が少ないな。インデクサー、そのうち動いてくれる？インデクサー行けるよ、もう、向こうまで。足場もうちょっと増やしてやろうか。侵入プログラムを検知。このインデクサーで最後だ。これで 100% です。ディーマの記憶シャープ4やりましたね。データストリームを使用して次の記憶にアクセスできます。先ほどのように。メモリーファイル識別0Z-7A4K 音声に切り替え、再生開始。俺から離れろ。ん？お前は一体何者だ？ディーマじゃない。私です。あ、ディーマだ。一緒にインスティチュートを逃げ出した。あなたは私の兄さんです。俺には兄弟はいない。ん？ニックだな、この声。バレンタイン。俺の家系にプラスチックの肌は変な奴はいない。落っこちちゃった。あなたは混乱しているのです。私に助けさせて。俺から離れろ。傷つけたくありません。さよなら兄さん。再生終了。ん？兄さん、とりあえず次のデータブロックも回収に行こう。さて、最後のやつを回収。これで結構ストーリー進むんじゃないかな。さあ、これもちゃちゃっとやっちゃおう。うん、あれ？目の前にあるか。目の前にあるが、なんか周辺にたくさん赤ブロックがあるっていうことは、ぐるっと回ってこれを溶かさないといけないのか。なるほど。なら、セントリーはじゃあここにたくさん置けばいいな。このブロックは持ってけるやつだから全部回収しちゃおう。ああ、やっと終わった。30分くらいかかったんだけど、ちょっとこれ、難しすぎるんだが、これは。こんな目の前に、あるのに。いやー、疲れた。では、シミュレーション置いて。ああ、これはね、パズルを全部無効化するモッドが出るのもわかるわ。そういうモッドが出てるんだよな、確かこれ。なんともかく、これで OK。これでメモリを回収する。あ、道ないじゃん。道。ちょっと待って。こっちも持ってこう。おい、おい、おい。いやもう7回ぐらい落下死してるけど。
このブロックをね、クラフトの時も思うけど、置きたいところにちゃんと置けるっていうか、まあ調整が難しいから、なかなかちょっとクラフト系のパズルは難しいな。ここまで複雑になると。あ、インデクサーもう取れますよ。取って、仕事して。インデクサーもういけるぞ。で、セントリー置かねえと。セキュリティ警告。オッケー。データ漏洩を検知。最初のデータブロックを回収しました。うん。いいですね。その調子。疲れた。非常に疲れた。シミュレーションを脱出。シミュレーションからはいつでも脱出できますからね。よし。メモリーファイル識別ゼロバイ。ベストレフトフォアガートゥンが完了。セブン T。音声に切り替え。何の音声が入ってる？この潜水艦基地の戦前のデータファイルの中に興味深い記憶を発見しました。ここの海軍はコンバットアーマーの先進的なモデルを装備していました。基地にはすでにいくつかのスーツがあります。劣化の状態は様々です。ですが、爆弾が落ちた日に基地に運ばれる途中だったアーマーがありました。密封材が持ちこたえていれば最高の状態のはずです。使うつもりはないが、何が起こるか分かりません。いつか掘り起こす価値はあるかもしれません。アーマーだと？劣化のデータを添付。紛争中のアーマートラッキング情報。座標をダウンロード。シミュレーションを脱出。よし。3。お？2。カウントダウン。1。よし、さあもうこれでここに来る必要がない。で、これも一応もう最高までパワーアップさせたアーマーだけど、確かに今アーマーってきたよね。最後の情報は強いアーマーが手に入るとのこと。まあ、これはいいとして、マップ特にストーリーに関わるロケーションが発生してるわけじゃないんだけど、どうなんだろう。っていうか、ニックがもしかしたらディーマのお兄さん疑惑なんだけど、とりあえずディーマに会いに行くか。さてと。ニック、また会えてよかった。そうだな。いやーディーマ、俺のことは気にする。またニックか。いやーディーマ、思っていることを自由に口にしてくれて構いません。選択肢ないな。でも特に得た情報について話す。適当にちょっと話しようか。この悪、私先を急ぐことにする。そうですか。うん、特にない。となると本当にさっきなんかパワーアーマーがどうたらこうたらって言ってた気がするけど、ないんだよな特に。マップ上には確かにない。で、現在のクエスト、かすみ。核発射機についてディーマを追求するってできてない気がするんだけど。気を急ぐことにする。そうですか。うん、やっぱり特に何もないな。ならちょっと余ってるクエストを進めてみることにしよう。このアカディアン・アイディアルズと、アトムたちの、まあ、リクエスト要求っていう方のクエストがあるから、まあ、これを済ませるとなんかわかるかもしれないから、やっちゃいましょうか。女子的な人のこのファラデーのクエストがあるんだよな。何か協力できることがあれば教えてくれ。何か協力できることがあれば教えてくれ。そうだな。協力してくれる気なら任せられることがある。少しばかり危険かもしれないから断ってくれても構わない。島の海岸沿いに船が停泊している。我々の必要とする製品ストレージドライブを輸送している。その船はまだ航海中だ。だからそのドライブはまだある。とにもかくにも予備として必要だ。こちらの知る限り船はここの南東で難破した。うまくやれそうな気はするか。オレンジ、オレンジじゃない、オレンジか。オレンジ選択肢 Y。
船に何があった？なぜたどり着けなかった？正直言ってよくわからない。トラッパー、フォグクラウラー、あちらではキリがなく出てくる。それからまだ何かいるかわからない。問題はすでに一人失っていることだ。同じことが繰り返されるのを見たくはない。では乗ってくれるか？やってやりまー。ファラデー、ただではやらないとは？ファラデー、ただではやらない。なるほど、当然だ。それは考えておくべきだった。100キャップではどう？おっと、赤の選択肢が来たらやめよう。危険かもしれないと言っただろ。危険があるのに100キャップは安すぎる気がする。そうか。おっと、それなら可能性はあるな。200キャップなら乗るか？いやいや、もうちょっとこの辺でやめとこう。 OK です。大丈夫だファラデー、ドライブを入手してこよう。ありがとう、心から感謝する。さて、データリカバリー。ここで霞を追跡したの。チェイスもなんか頼んできそうだけど、先にこっちやろう。南西のボート、行ったことがある場所だ。結構前に行ったことがある。ちゃちゃっと回収してこよう。さて、もうすでに敵がいるな。そうだ、ここスーパーミュータントじゃなくてトラッパーがいるんだ。トラッパーをお片付けしちゃおう。さあどこだ。ここ過去にも一度制圧したことがあるけど、ここに一人いる。で、コアがもう結構減っちゃったな。あと上にいる。そっ、まだいる。 OK、 デリバラー強い。まだいる。この建物の中にいる。お、若干硬い。OK、 もうある程度倒したらデータドライブを持ってきたいんだけど、こっちだな。おっと、そうだ、ハプーンが持ってる敵がいたはずなんだよな、ここ。倒しちゃおう。おっと、あとない。あ、リロード。 OK、 まだいるっぽいな。クリティカル。ショットガンだ、ダブルバレル。オッケー。ほっ、超当たんない。オッケー。さて、フュージョンコアを交換しちゃおう。よし、オッケー。それでこっちにナンパしたボートがある。あ、見たことあるな、これ。これのことだったのか。これといって特に強いモンスターが出てくるわけではないんだけど。さあ、これだ。回収。何も出てこないね。何も出てこない。向こうにあるのはビームの工場。他は何もないか。こういうところってなんか必ず珍しいアイテムがあるんじゃないかなって思っちゃうんだが。鍵でのみ開く。鍵？鍵が必要だ。鍵？え、鍵なんてないぞ。この人持ってない。え、鍵ってなんだ？これは開けられない。ビクトリア？船長の帽子。
もしかして死体が沈んだりしてる？ああ、ダメだな。もしも鍵があったらまた来よう。さあ、ファラデーさん持ってきたよ。はい。頼まれたあのストレージドライブを手に入れた。あ、それは素晴らしい。ありがとう。あ、2つだけ？本当に？3つあると思っていた。ん？ 3 つ取った気がするんだけど。あ、まあ施錠されたチェストがあったね。施錠されたチェストを見つけた。多分最後の1つはその中にある。鍵は持っているか？鍵？チェスト？残念ながら知らない。うん、よし、まあいい。2つだけでいい。役目を果たしてくれたからこちらも役目を果たそう。回収してくれて感謝する。ん？なんか若干怪しいんだけど。レベルアップ、レベルアップして。鍵持ってんじゃないの？実は持ってないか。ああ、まあオプションは完了。まあいっか。で、ここで霞を追跡したのね。チェイスからも。静かで効率的とはあまり言えないようだけれど、彼女が危険らしい危険に合わなくて感謝しているわ。残念だけど、あなたのため。そうだ。前と同じこと言ってるけど、皮肉を言う。で、楽しい船旅のチャンスを不意にした？まさか。なら少なくとも帰りの旅は楽しみでいられる。アカディアは人造人間にとって天国よ。だからこそ彼らをここに連れてきたの。私が追跡し、ここに来るよう説き伏せた人造人間は全員危害を受けないと保証されている。私の任務は何があろうと彼らの安全を守ること。わかる？この人は人間なのか？ Y、 どうやって人造人間の後を追いここまで連れてくる？エリア中に人脈がある。インスティチュート時代の人も、その後に知り合った人もいる。インスティチュートの戦略は分かっているから、そこにつけ込む。あなたはディーマの祝福を受けた。だからどうぞリラックスして。できる限り協力したい。できる限り協力したい。他に何ができる？そうね、実を言えばある。本気で力になりたいと思っているなら調べてもらいたいことがある。この島を旅して回った経験があるなら、うまく対処できる力があるかもしれない。何が問題だ？何が問題だ？新たな人造人間が到着する予定になっていて、今頃来ているはずだった。彼の姿も気配もない。ここへ来る途中で道に迷ったのかもしれないと心配しているわ。なるほど。探してみよう。皮肉もあるけど探してみよう。できる限り探してみよう。まずはファーハーバーでブルックスと話すべきよ。彼も人造人間だから。彼は新たな来訪者たちに会い、ここへ向けて送り出している。もちろん私たちのために動いているという証拠がないと彼は何も話してくれない可能性が高いわ。協力してくれなさそうだったら、彼の故障は L7-92 だと伝えて。それで納得してくれるはず。今のところ協力できるのはせいぜいそれくらい。どうか急いで。あの人造人間は一人でいるから長くは持たないの。オッケー、ブルックスね。人造人間ここまで連れてきてあげる。行方不明中。アカディアへ来るはずなのに現れない人造人間についてチェイスが心配してる。オッケー、もしかしたらもうすぐ結末を見ることができるのかもしんないけど、まあこの辺のオプションを済ませて、その後のクエストの様子を見よう。というわけで、今回はパズルでちょっと非常に疲れております。じゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。